おはようございます。高松愛です。アイログラジオはバイオリニスト高松愛がリスナーさんのお便りと一緒に楽しくおしゃべりするラジオ番組です。月曜日の朝7時に更新していきます。はい、5月29日です。5月28日まではね、鶴岡でルームズの全国ツアー、地方最終日の鶴岡でしたね。でツアーファイナル6月17日東京で、東京都の福生市であるので、よかったら来てください。それから6月4日はね、仙台に行きます。それからそれから自分のツアーのディアボロは9月に名古屋、神戸、東京でやります。あのチケットページご確認していただいて、良いお席はねお早めにということでお知らせをしております。そしてね、公式 LINE のメニューのところにね、公式 LINE を友達登録していただいて、トーク画面の下の方に出てくるメニューの場所に最新コンサートの出演情報っていう欄があります。そこの欄を押してもらったら最新の情報がわかるので、ぜひご覧になっていただけたら嬉しいです。ご覧になっていただけたら嬉しい、ご覧いただけたら嬉しいです。はい、っていうのもね、これね、実はね、ルームズの全国ツアーがあるから事前収録してるんですよ。今この音源っていうのか、これ音源、まあいいや、音源でだからね、この事前収録してるのが結構2週間くらい前なので、あの最近公開されたものもあるかもしれないので、よかったら最新情報見てください。はい、それではアイログラジオ、今日もよろしくお願いします。アイログラジオ、現在アイログラジオでは皆様からのお便りを募集しております。2023年春バージョンのふつおた、地元トーク、恋話を、僕、私と音楽と、今だから言えるごめんなさいのコーナーのお便りを募集しています。説明欄にレター送信フォームの URL を貼っておきます。普段は私から私のことを発信することが多いですけど、このラジオではリスナーの皆さんのお話をたくさん聞けるのを楽しみにしています。ぜひお便りたくさんください。それでは今日はふつおた、地元トーク、恋話を、今だから言えるごめんなさいの4つのコーナーから4つのお便りと、今週の1曲をお届けします。はい、それでは早速いただいたお便りをご紹介していきます。まずはふつおたのコーナーです。ふつおたとは普通のお便りのこと。高松への質問から身の回りの出来事、何か聞いてほしい出来事や、知り合いには言えないお悩みまで何でもお送りください。迷ったらこのコーナーへというコーナーです。ペンネームトリニーニンから、あ、呼び捨てしちゃったごめんなさい。ペンネームトリミニンさんからのお便りです。愛さん、おはようございます。私は愛さんのオリジナル曲通り雨とが大好きで、 YouTube でよく視聴しています。さてタイトルですが、通り雨ではなく通り雨とですよね。通り雨にとを加えた意味や愛さんの思いを教えていただければ嬉しいです。そして通り雨とというタイトルですと、通り雨と〇〇みたいに考えたくなってしまうのですが、愛さんなら〇〇のとこにどういった言葉を入れますか。私はありきたりですが、通り雨と虹とか、通り雨と望みとかいったことを考えています、というお便りをいただきました。トリミニンさん、お便りありがとうございます。はい、私のね、最初の、もう本当に最初の方のオリジナル曲の通り雨とっていう曲のお話を、お便りをいただきました。この通り雨とはね、今日の今週の一曲のコーナーで流します。あと YouTube にはミュージックビデオもあるので、よかったら見てみてください。はい、でお便りでいただいたように、通り雨とが、タイトルが通り雨ではなく通り雨との理由をお話ししようと思うんですけど、まあね、よくもうたまに説明をしている、そのとがつく理由としては、通り雨の曲じゃなくて、通り雨が来た時に通り雨と一緒に乗り越えていく曲だから、通り雨とあなたのお話みたいな感じの意味で、通り雨とっていう意味を、意味じゃない、通り雨とっていう
題名をつけたっていうことなんですけど、まあ、実はね、すごく実話を言うともう一つあってね。っていうのもこの曲作った時に先に曲を作ったんですよ。それでその後にまあなんかちょっと自分の中でぼんやり自分の中でこうなんて言うんだろうな、曲のテーマは決めて作ったので、その曲からちょっと詩を作ったんですね。その詩の中であるフレーズがあって、そこから最初は撮ったんですよ。通り雨とのとって。で、まあ、ちょっとこの詩をね喋ってる回があるんですよ。というのも今週の一曲のコーナーで一回通り雨とをね紹介した時があって、その時に詩を読んでるので、一応その回の URL も貼っておくので、もし詩が気になるなっていう方がいらっしゃったらね、ちょっと長いからそちらを聞いていただきたいんですけど、まあでその詩があって、その詩の中の一節が通り雨とっていうワードがあって、でどういう一節だったかっていうと、まだ雨は降り続けている、誰かがこれは通り雨と言ったっていうところがあって、こう誰かがこれは通り雨だと言ったっていう意味なんだけど、まあちょっとだが抜けてる意味のとなんだけど、これは通り雨と言ったっていう、そこに実はかけてて、通り雨と一緒に何かを乗り越えて通り雨の先を見るっていう意味だけじゃなくて、この詩の中で結構通り雨と通り雨を受け入れて通り雨と一緒に進んでいくっていう周りの人たちが登場するんですね。その通り雨を受け入れてる人たちが言うこれは通り雨だっていうセリフの重みちょっとうまく伝わるかな、ちょっとうまく伝わるか自信があまりなくてごめんなさいなんだけど、こう通り雨だ、あこれは通り雨だっていう、受け入れてる人が言うこれは通り雨だっていう重みを入れたくて、誰かがこれは通り雨と言ったの通り雨ととも実はかけているんですまあでもこれはね、ちょっとサブというか実はっていうお話で、まあ通り雨が来た時に通り雨と一緒に乗り越えていく曲っていう意味も大きいです。はい、そんな感じです。鳥見兄さん、お便りありがとうございます。アイドルラジオ、はい、続きまして地元トークのコーナーです。あなたの地元はどんな場所ですか？都会ですか？田舎ですか？食べ物は美味しいですか？海は見えますか？どんなところが好きでどんな思い出がありますか？あなたの地元の話を聞かせてくださいというコーナーです。ペンネームピッチカートチュージさんからのお便りです。愛さん、おはようございます。以前お便りで読んでもらった通り、浜松に引っ越して約1ヶ月が過ぎたのですが、浜松に住むことにしてよかったです。浜松駅から10分くらいのところに住んでいるので、アクトシティを通り抜けて駅周辺に買い物によく行くのですが、駅の北口広場ではジャズのイベント過去定期的に開催しているようですに遭遇したり、浜松祭りの期間中5月3日から5日はアクトシティの屋外ステージで吹奏楽や太鼓などのステージがあったり、楽しい日々を過ごしているのですが、まだ楽器博物館やヤマハのミュージアムには行けていないし、名物も全然食べれていないです。でもおしゃれなスーパー過去美容厚みを発見しました。店内も綺麗で安心安全な食材にこだわった品揃えなんですが、なんと BGM でクラシックの名曲が流れているんです。初めて行った時は4月1日未来さんのソロで聴いたショパンのバラード4番、そして次に行った時は愛さんの動画で何度も聴いたクロイツェルが流れていました。自宅からは15分くらいかかるけど、今日は何が聴けるかなとワクワクしながら買い物に行っています。またお便りしますというお便りをいただきました。ピチカート知事さん、お便りありがとうございます。なんかすごいですね、クラシックがかかってて、
あのいろいろこだわった食材が置いてあるおしゃれなスーパー、高級感漂ってるわ。そうか、浜松はいろいろあるんですね、イベントとか。浜松祭りって確かになんか聞いたわ、ネットとかで見たのかな。でもね、そう、浜松は音楽がね、楽器博物館とかヤマハとかがあってとても楽しいとこですよね。私も何回か行ったことはあるけど、コンサートとかはねやったことないから、いつから浜松とかでもできたらいいなと思っております。でもね、スーパーにねクラシックの曲を聴きに行ってるお客さんはね、多分ねあんまりいないと思うだからピッチガート宙司さん、すごいあの独特な楽しみ方でとてもいいと思います、ね、でもだってさ、行かなきゃいけないスーパーでさ、今日何の曲かなって思って行くのは楽しいことだから、すごく素敵なことですよね。15分かかるけどいい運動にもなるし、めちゃくちゃいい生活じゃないですか、ですかとか言ってはい、お便りありがとうございます、ピッチカート宙司さん。アイドルラジオ、はい、続きまして今週の一曲のコーナーです。このコーナーでは季節の曲だったり、私が紹介したい曲だったり、オリジナル曲だったりの私の演奏音源を流しています。今日の曲は先ほどのお便りでご紹介したオリジナル曲の通り雨とです。お聴きください。
アイドラジオ。はい、続いては恋バナしようのコーナーです。恋バナをしましょう。気になるあの人や昔好きだったあの人、今一緒にいるあの人の話まで何でもいらっしゃい。恋愛経験豊富でもない高松が適当にアドバイスしますというコーナーです。それではいただいたお便り行ってみましょう。ペンネームジャイアントスパイダーに変身した TH さん高松さん、おはようございます。私は何かしら友人に恋バナを聞くことがあり、時には恋愛相談を振ってくることが何度かありました。過去恋愛皆無な私に。約半年前に友人から恋愛相談を持ちかけられ、相談に乗りました。何をアドバイスしたかは忘れました。はい、私の友人は気になる子に告白しようとしましたが散ってしまい、失恋相談を私に持ちかけ話を聞きました。この時はただ話を聞くことしかできませんでした。高松さんがもし友人の恋愛相談に乗った時、どんな話の聞き方をしますか、というお便りをいただきました。ジャイアントスパイダーに変身した TH さん、お便りありがとうございます。無人の恋愛相談に乗った時は、でもね、そう最近思うんだけど、なんかね、この恋話しようのコーナーはさ、あの元からね、適当にアドバイスしますって言ってるから、本当に適当にアドバイスさせていただいてるんですけど、あの本当に友達のさ、切実なさ恋愛相談、あ、まあこのコーナーに切実な恋愛相談をしてくださってた方はもうごめんなさいなんだけど、元からごめんなさいなんだけどあの本当にね、友達で切実な子が目の前にいて、そういう時の恋愛相談っていつもすごい難しいなって思う。あの、なんだろう、その子の一番欲しい言葉を言うのが正解なわけでもないし、だからといってなんか個人生はこっち向きに行った方が絶対いいよみたいなことを私が言うのも間違ってはいないけど、なんかそんなわからないし、私はどうした方がいいよなんて正直わからない。だって未来のことはわからないし、その子じゃないしっていう、そうだから、そう、人に恋愛を指図というかアドバイスするほどの人じゃないしっていう意味でわからないし、でも欲しい言葉をかけるのが正解なのかってのもわからないし、難しいなって思って、結局寄り添うことしかできないですなんかこう辛いんだよねとか、なんかこう思うんだよねってことに対して、なんか共感することは結構できるので、私共感得意なんですよ多分共感すぐしちゃって、もう私が泣いちゃうみたいな、逆にっていう感じで、共感することだけは得意だから、とりあえずその子の話を聞いて、あのその子の気持ちを想像して共感をするで、どうしたらいいかは、あの、もう私なりにもちろんね、なんか言ってほしそうだったら考えはするけど、でもやっぱ最後は自分で決めたことじゃないと何事もね、良くないと思うので、まあそれはね、なんだろう、もう命の危険にさらされてそうだったらもちろん止めたりはしますよ。でもそうじゃないような恋愛相談とかだったら、なんかまあ自分で決めた方がいいんじゃないのかなって思ったりするので、まあちょっと状況によるけどね、それは。だからとりあえず共感します、はいそんな感じです。ジャイアントスパイダーに変身した TH さん、ありがとうございました。アイドラジオ。はい、それでは本日最後のコーナーです。今だから言えるごめんなさいのコーナーのお便りです。今だから言える、面と向かっては伝えられなかったあの人やあの人へのごめんなさいのお話を聞かせてください。最後は一緒にごめんなさいで締めくくりましょうというコーナーです。ペンネームメンチカツさんからのお便りです。高松さん、おはようございます。僕が街に出た時のこと、急にお腹に激痛が走りました。
そうです、トイレに行きたくなったのです。トイレを求め近くの駅ビルに急いで駆け込みました。ところが1階は満室、そして2階もです。まずい、来る、来ちゃダメ、ハワーと油汗を額に拘束する思いの中、迫り来る危機に刺激を与えぬよ、迫り来る危機に刺激を与えぬよう、つま先立ちで階段を上がります。そして3階に到着、ようやく目の前に空室を発見。五光輝くトイレに無我夢中で駆け込み、間一髪急降下爆撃を開始しました。ドーン、ふう、間に合ってよかった。まさに真の平和が訪れた瞬間、僕は仏の笑顔に変わっていくのでした。ところが様子が変です。扉の向こうから女性の声が聞こえます。扉を開けると、なんと女性の列、そして僕の顔に驚いています。そうなんです、あまりに夢中になって間違えて女性用トイレに駆け込んでしまいました。何回もごめんなさいをして、ささっと逃げるようにトイレを出ました。改めて、僕は変態ではありません。トイレを間違えてしまいごめんなさい。そして高松さん、リスナーの皆さん、朝からこんなお話でごめんなさいというお便りをいただきました。めっちゃ面白いんだけど、文章うまくない？メンチカツさん、お便りありがとうございます。何この躍動感のある文。めちゃくちゃ面白い。ありがとうございます。すごいねこれは。確かに女性トイレに入ってしまったのはビビる、まあ、女性はビビる、確かに確かにビビるが、そんな背景があったのね、そんな背景があったことは言えないよね。いや、めちゃくちゃめちゃくちゃ大変でしたねこれは。いや、本当に大変だよね、そういう生理的な現象はさ、本当にどうにもできないからさ、本当に大変でしたねメンチカツさん。え、違う、だから文章が面白いせいで笑っちゃうのよこれ。そんな面白い話じゃないからね、面白いけど。だってめちゃくちゃ大変な話じゃないですか。お腹痛くてさ、やっとトイレに行けたと思ったらさ、女性の、ね、男性が女性のところに入っちゃったって、もうって話なのにさ、なんかいちいちちょっと面白く書かれるからさ、メンチカツさんが面白いわ。はい、面白い話をありがとうございます。じゃあ言いますか。まずね、僕は変態ではありません。あの時女性トイレにいらっしゃった方、トイレを間違えてしまいごめんなさい。そしてね、高松さん、リスナーの皆さん、朝からこんなお話でごめんなさい。アイドラジオ。はい、こんな感じで今日は4つのコーナーより4つのレターと通り雨とでお届けしました。皆さん、たくさんのレターをありがとうございます。またギフト付きでレターをくださった皆様もありがとうございます。ラジオで読めていないレターも全部読んでいます。次回も2023年春バージョンのつおた、地元トーク、恋話を、僕、私と音楽と、今だから言えるごめんなさいの5つのコーナーのお便りを募集します。ぜひみんなお便りたくさん送ってください。説明欄に本日最初にご紹介した様々な URL がであります。そちらもご覧ください。はい、今日のアイログラジオもありがとうございました。今週も元気に楽しく生きていきましょう。それではまた次回、バイバーイ。